おっとガサガサ言っております。帰ってきました。すごい笑顔、すごい笑顔。いやいやいや、なかなか疲れました。今日もユニクロじゃなくて GU の方で買い物でございます。どうも、おかつよしです。しょっぱなからユニクロって言ってしまった。まずリュックを下ろします。 GU でお買い物です。で、今回はもうね、何を買ったかって言ったらもう先言っちゃいます。スニーカーでございます。で、前僕靴を紹介するっていう動画 でアディダスのスーパースターをもう手放してしまったと。まあ破れたりね、もうすごくボロボロになっちゃってたので、で、ナイキなのか、まあアディダスなのかね、かいろいろね買おうと思ってたんですけども、はい、じゃあね、どんな感じのスニーカーを買ったか開けてみたいと思います。いや、僕ね、これね、いろいろ GU スニーカー並んでるじゃないですか。もうこれしか目に入らなかった。はい、こちらでございます。ドーンと、まあ、至ってシンプルなデザインなんですけども、このシンプルの中にこのかっこよさがある。なんでかって言ったら、僕この素材に一目惚れでございます。ね、商品名が確かね、僕ね切ってしまったんですよね。お店の方で切っといてくださいって言って、商品名がウールタッチスニーカーでございます。ウールタッチスニーカーで、ポリエステルと毛とアクリルが表地でございますね。値段が安い。1990円に消費税、2145円。まあね、もうちょっとね、こう我慢すればこう特価品みたいな感じになると思うんですけども、もう取り急ぎスニーカーが必要だったと。なんでかって言ったら、散策に行く時のスニーカーを、今までアディダスのスーパースターを履いてたんですけど、あれがもう破れてしまったので、まあ買い替えが必要だと。で、ナイキとかアディダスとかいいなとは思ってたんですけども、いろいろ見るじゃないですか。でも GU に入った瞬間、これが目に入ってきましたと。いや、僕シルエット的にもそうだし、履いた感じがまた抜群に良かったんですよ。ただ一点だけ残念なのが、 GU あるあるかどうかわかんないんですけど、ソールが薄いんで、僕かかとが弱いんで、かかとがめちゃくちゃちょっと痛くなりそうな気がしたので、あえてのサイズが28、いつも28なんですけど、普通のスニーカーってちょっとこう分厚いじゃないですか。で、これね、少しね薄いんですよ。だから28じゃちょっと大きいかなと思ったんですけども、インソールを引くことによって多分ベストサイズになるかなと。で、27センチはね、ちょっとさすがにちっちゃかったので、28センチの方を購入しました。どうでしょう、全体的なシルエットかっこよくないですか。シンプルかつこう、ね、言葉に詰まってわけわからないことを言っています、うん、シンプルかつね、大胆ではないな、うん、もう僕の大好きなデザインフォルムでございますと。もう早速履いてみてもいいでしょうか。履いてみたいと思います。じゃあ早速履いてみます。一応この紐を通すところ、上は開けてます。いやー、いい感じ。ちょっとでもやっぱりインソールを引かないとかかとが痛いかな、うん、やっぱりかかと痛いな。インソールはなんか100均かなんかのやつを引こうと思います。いや、雰囲気的に抜群だな。やっぱりイメージ通り、お店で履いた時と家に持って履いたらちょっとイメージ違う時もあると思うんですけど、イメージそのままでございます。どうですか、雰囲気的に抜群の感じだと思います。いや、なかなかいいんじゃないですか、うん、どうでしょう。これが2000円で買えるんだったらかっこいいんじゃないでしょうか。じゃあちょっと引きで、ちょっと最後引きで見てください。おお、いいじゃないですか。なかなかかっこいいかもしれない。でね、上はこれはね GU のコーチジャケットです。で、下がユニクロの僕の超お気に入りのデニムの何チノ系のワイドシルエットのパンツ。いや、このパンツにもバッチリ雰囲気あって最高にいい感じ。いや、もともとはあくまでも散策用のスニーカーを買ったんですが、ちょっとこれは普通に使えていい感じなんじゃないですか。どうでしょう。これかっこいい、これはすごくかっこいいような気がする。いかがでしょうか。全体のバランス最高じゃないですか。まあ、このユニクロのね
パンツ、このデニムパンツがまたいい感じに何味を出しているというか、ベストマッチ、ベストマッチな感じです。はい、いかがでしたでしょうか。これはね、ちょっとかっこいいかもしれない。色だとか、まあ、デザインは、まあ、至って結構どこにでもありそうな雰囲気なんですけども、全体のシルエット、フォルムもそうだし、まあ、素材感、このウールタッチ系のこの素材感がまたまた雰囲気をたっぷり味に出してくれるみたいな感じでしょうか。僕の大好きな雰囲気抜群でございますと、うん、かっこいい。これ散策用に本当もったいないけど、あくまでも散策用で購入いたしました。いや、今回の GU の買い物は本当、うん、大満足。このコーチジャケットもそうだし、ちょっと GU 熱いかなっていう感じでございますね。うん、まあこんな感じで緩い感じの動画だったんですけども、一応この GU のスニーカー一目惚れしてしまったので即購入という形の動画でございました。では本日もご視聴ありがとうございました。もしよろしければぜひチャンネル登録お願いします。あと Twitter、Instagram、ファッションのウェアもやってますので、よろしければチェックしてみてください。以上、かつよしでした。ではまた見てください。最高。